皆さんこんにちは。今日はパルス機能についての紹介をしていきたいと思います。それぞれの設定方法でどういう機能があるかを説明していき、その次に実際に周波数を上げるとどうなるかなど、そういうのを細かく徹底的に説明していきたいと思います。で、最後に実際に少しだけパルス機能を使って溶接をしていきたいと思いますので、よければスキップなどせず最後まで視聴するようにしてみてください。それとこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまずですが、パルスを使わない場合はパルスをなしにします。で、とても素早い状態で高電流と低い電流を切り替えたい場合は上の高パルス高いという感じの設定にします。で、ゆっくり高電流と低い電流を交互に出して溶接をしたい場合は真ん中の低パルスという設定にしておいてください。これがまず低パルス高パルスパルスなしというのの設定のスイッチになります。で、次にこちらのパルス電流というメーターがありますが、僕が使用している溶接機ではこちらのメーターが少し壊れているので、ティグ溶接のリモコンでパルス電流の設定を変えて今回は溶接をしていきます。で、次にこちらの周波数ですが、周波数が高いと高電流と低い電流に切り替えるスピードがとても速くなります。なのでゆっくり切りながら溶接をする場合などは反復でも十分対応ができるのですが、高パルスはとても高い電流と低い電流の切り替えが速いので手では絶対にできませんので、高電流と低い電流を素早く切り替えながら溶接をしたい場合は高パルスを使用するのがとてもいいと思います。で、ちょっと言葉では分かりづらいと思いますので、この後に実際高パルスを使用するとこれぐらいの速さで電流が切り替わるなどもお見せしますので、後ほど溶接映像も確認するようにしてみてください。で、次にこちらのパルス幅ですが、僕は基本的にこれは50に設定をして使用しています。で、このパルス幅というのは高い電流と低い電流の割合を変えれる機能です。なので20対80とか30対70とかにパルス幅を設定することができるのですが、ちょっとそこまで僕自身は設定を細かく変えることがないので、パルス幅は50で全然使用は問題なくできると思いますので、パルス幅は分からない方は50のままで問題なく使用できると思いますので、50で使用するようにしてください。で、僕の使っている溶接機の本体についているメモリではパルス電流というのは設定を変えても機能していませんので、こちらのリモコンでパルス電流とベース電流を変更しながら溶接をするようにしています。ちょっと汚れていて分かりにくいのですが、右がパルス電流で左が普段溶接をするときに使用するベース電流のメモリです。それでは実際にこれからアークを出してそれぞれの設定の説明をしていくのですが、今回すべての溶接はパルス幅は50に合わせて溶接をしていきたいと思います。それではまず低パルスの周波数 0.5 から溶接をしていきたいと思います。で、まずパルス電流は今回200に合わせて、ベース電流は60に合わせていますので、こちらで溶接をしていきたいと思います。それでは左上に書いてある通り低パルスの 0.5Hz、 上が 200A、 下が 60A で溶接をしていきます。で、実際にトーチスイッチを押すとこのようにゆっくりとした一定のピッチで高電流と低い電流を交互に織り交ぜながら溶接をすることができます。この高い状態の電流が200で、低い状態の電流が 60A です。で、これは一度トーチのスイッチを押すと自動的にこのように交互の電流を出しながら溶接をすることができます。で、こちらが先ほどの設定で少し溶接をしてみた溶接写真です。で、正直なところを言いますと 0.5Hz などとても低い低パルスですと、普段僕は反復で自分の指でトーチスイッチを押して切りながら溶接をするようにしています。わざわざこのパルスの設定を変えたりするよりも、自分の好きなタイミングでゆっくり一定のピッチで溶接をできる反復の方がすぐに使用することもできて便利だからです。で、実際に反復を使って溶接をしている動画はこちらで紹介していますので、よければこちらの動画を、切りながら溶接をする反復を使用した溶接方法が見たい方はよければ視聴してみてください。次は先ほど低パルスで 0.5 に合わせていましたが、次は 2Hz に合わせて溶接をしてみたいと思います。で、こちらが 2Hz の溶接映像なのですが、
先ほどよりも低い電流に切り替わるピッチが速くなったのがわかると思います。この周波数を上げていくことでこのピッチがどんどん速くなっていきます。 2Hz だとだいたいこれぐらいの速さなので、ここまでは反復を使用して自分の指で切りながら溶接をしても対応することはできると思います。ただしトーチスイッチを押すたびにどうしても手は少し震えてしまうと思いますので、パルスを使用するのも全然いいと思います。でこちらが低パルスの 2.0Hz で溶接をした写真です。やはりこの 2.0Hz ぐらいですと反復でスイッチのスピードで対応することができる速度なので、反復を使用してもいいと思いますし、 2.0Hz ぐらいに合わせて先ほどぐらいのピッチで溶接したい方はパルス溶接を使うのもいいかなと思います。で次に高パルスの 10Hz で溶接をしていきたいと思います。低パルスの10に合わせてもいいんですが、メモリがなかったので今回高パルスにして一番左の 10Hz に合わせて溶接をしていきたいと思います。で 10Hz ぐらいまで上げると、反復を使用してのトーチのスイッチを切りながらの速度には確実に追いつけない速度で、このように高い電流と低い電流の素早いピッチの溶接をすることができます。見てわかる通り周波数を上げていくとどんどんこの高い電流と低い電流のピッチが速くなるのがわかると思います。周波数を上げるとどういう時に使えるかや実際に溶接する映像などはこの後流れますので、しばらく視聴していきましょう。でこちらが先ほどの高パルスの 10Hz で溶接をした写真です。このような感じでとても目の細かいビードになっているのがわかると思います。とても速いスピード感覚で高電流と低い電流が繰り返されているので、このような細かいビードになります。それでは高パルスの 50Hz で溶接をしていきます。とても素早いスピードで高電流と低い電流が切り替わっているのがわかると思います。この高電流は基本的に薄物に適していると言われています。高パルスは 3mm のパイプで一層仕上げなどにも使えますので、またパルスで一層仕上げをしている溶接動画も YouTube に載せたいと思いますので、その時は視聴してみてください。それでは今から 1mm の板に高パルスで溶接をしてみて、パルスありとなしでどのような違いがあるかを検証していきたいと思います。まずこの 1mm の板をパルスなしの状態でベース電流は 50A で溶接をしてみたいと思います。それでは見ていきましょう。ちょっと電流が低いのでピントが合いづらいですがご了承ください。まず連続で切りながら溶接をせずに溶接をしていきます。で 50A なのでなかなか裏には湧いていないかなと思うのですが、このぐらいの幅でつけてしまうとすでに裏には湧いてしまっていました。なのでこういう時にパルスを使用するのがとても使えると思います。でこちらがパルスなしで溶接をしたビードです。上が棒を入れていない状態で、下のビードが棒を入れた状態です。で裏を見てみると棒なしもしっかりと裏に湧いてしまっていますし、棒ありでも裏に湧いてしまっています。それでは 1mm の板をパルスありで溶接していきたいと思います。まずパルス電流は 50A に合わせて、ベース電流は 10A でやっていこうと思います。周波数なんですが高パルスのだいたい 30Hz ぐらいに合わせて溶接をしてみたいと思います。この辺の周波数は微調整をしてみてください。でこれが高パルスの 30Hz で溶接をしている映像です。こちらも電流低いのでピントが合いづらいですがご了承ください。でこのように先ほどと同じスピードと幅で溶接をしていきます。で上がパルスありの棒なしのビードで、下が棒ありの状態です。で裏を見てみると先ほどとは全然違い、裏にはどちらも湧いていません。棒ありの方は少し裏波が出そうな状態ですが大丈夫でした。で次に 4mm の板同士を墨肉で溶接をしていきたいと思います。でこれは前に紹介したタンクの当て板溶接などに似ていますので、前回は反復で溶接をしましたが、今回はパルスで前回の反復を使用した溶接と似たような感じで溶接をしていきたいと思います。反復はスイッチを何回も押さないといけないんですが、パルスは押さなくていいので楽です。でパルス電流は 250A で、ベース電流は 60A で溶接をしていこうと思います。で周波数なんですが低パルスの 1Hz で溶接をしていきます。で溶接映像を見ていくと分かる通り、反復ですとトーチスイッチを何度も押さないといけないのですが、パルスですと自動的にこのように高電流と低い電流を交互に繰り返してくれますので、トーチを持って動かすだけでいいというのはとても楽です。それとやはり自動でこのようになってくれますので、一定の幅と一定のピッチを得ることが簡単にできます。
ただし隙間が空いてしまっているものを溶接するときや、好きなタイミングでアークを切りながら溶接をしたいものを溶接するときなどは反復を使用するのをおすすめします。そうでない場合はパルスを使用して溶接するのがいいと思います。でこちらがビード外観なんですが、パルス電流 250A、 ベース電流を 60A で溶接をしました。この上と下の差が大きければ大きいほど鱗のようなビードになりやすいですし、色も光りやすいです。ですが低い電流の時に急冷されてしまいますので、ピンホールが入る原因になったりする場合もありますので、この上と下の間隔をあまり開けすぎるのはおすすめしませんので、注意して溶接をするようにしてください。で次に上 250A でベース電流が 100A で溶接をしていきます。これぐらいですと 100A の時に急冷されることもないので、ピンホールが入る心配もないです。ただ少し 100A ですと電流自体は高めなので、幅は先ほどの 60A よりも広くなりやすいです。なのでこういう場合の溶接をする時のコツとしましては、できる限りベース電流とパルス電流の差が開きすぎないようにはするようにしてください。この差が逆に近すぎるとパルスを使用する意味がほとんどないので、ある程度冷やしながらこのように継続的に溶接をできるような電流設定を行うようにしてみてください。でこちらがパルス電流 250A でベース電流が 100A で溶接をしたビード外観です。先ほどよりもやはり少しピンク色になっていて焼けているのはわかると思います。でこれが実際に高パルスを使用して一層仕上げをしている溶接映像です。この日初めて一層仕上げをパルスで溶接したのですが、意外といい感じでしたので、今度パルス溶接で一層仕上げの動画も紹介したいと思います。溶接後の写真はこのような感じです。裏波も安定してしっかりと出すことができたので、スピード感も速く使いやすいなと思いました。フランジ自体もこのようにストレートで綺麗に溶接をすることができました。フランジの内面などもこのようにパルスならではのビード外観で溶接をすることができました。これでパルスの溶接設定の紹介を終わりたいと思います。また概要欄の方に今回の動画に関連した動画の URL を載せておきますので、よければ概要欄もチェックしてみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。